北斗観光のリフト起点停留場跡かった駐車場から見た北斗観光リフトの作動跡。右上に見えるのが山高リフトザオ県境裁判とは山形県と宮城県にまたがる観光地ザオ連邦でのリフト建設に橋を発した山形県上野山市と宮城県七日宿町との間の県境をめぐる騒動及び民事裁判のことである。この事件は 1962年の山岳有料道路、ザオエコーラインの開通を契機に勃発した。この開通を機に、山形県と宮城県の県境付近にある大型駐車場である勝田駐車場からザオ観光のハイライトである岡間まで直接リフトで連絡しようと、山形市に本社がある2社が同時にリフト建設の申請を行った。1社が北斗観光、もう1社は 山形交通である。当時、蔵王連邦の上山市と七日宿町の県境、市町境の一部は未定地であったが、双方とも、その場所が未定地という認識はなく、お互いが勝手に県境が定められていると思い込んでいた。すなわち、上山市側は、借りた駐車場から丘間を望む稜線へと向かい、そこから稜線上を、借りた学神社へと向かう登山道を勝手に、 県境と認識していた。一方、七ヶ宿町では、林潘会を勝手に、県境と認識していたのである。そして、北斗観光と山形交通は、共に、林潘会が県境という認識であった。九百六十三年、北斗開発が、山形側の営林所管理区域を通り、途中と山道をまたぐ加工になるリフトの申請を、新潟運輸局、山形営林所、 上山市に行い、山形交通が、宮城側の営林所管理区域を通るリフトの申請を、仙台運輸局、白石営林所、七中宿町に行った。宮城側に申請した山形交通のリフト申請は、すんなり認められたが、山形側に申請した北斗観光の申請は、上山市から、宮城側への申請が行われていないとして、不受理にされ、 さらに工事中止命令まで出される事態となった。この時点で、ようやく県境の未定地問題が明らかになったが、この混乱の中で、北斗観光のリフト申請が伸び伸びになってしまい、山形交通のリフトが先に営業開始することとなった。山高リフト営業開始から1年以上経った1964年、ようやく北斗観光リフトの申請が通り、 営業開始にこぎつけることができたが、それまでの間に山高リフトは観光客の囲い込みに成功していたため、集客ができず、北斗観光リフトは開始当初から深刻な営業不振にあえぐことになった。そのため、北斗観光は上山市の行為により営業開始が遅れ、結果多大な損害を被ったとして、同年、上山市など、 関係機関を相手に4000万円の賠償を求める民事訴訟を行ったのである。1965年には当時の山形英林所長が勝手に県境を移動させたとして公務員職権乱用罪で起訴された。山形宮城両県の県境未定値問題は裁判沙汰になったことで一気に日本中の注目を集めることとなった。そこで自治省が介入し、 専門家による現地調査を行い、両県及び上山市七下市区長への聞き取り調査も行い、一旦は林ン会を県境とするという裁定を行った。ところが、今度は七下市区長が林ン会を協会にする裁定に不服を申し立てたため、混乱に拍車をかけることとなった。もともと七下市区長は林ン会を協会として認識していたが、それが、 固定化すると、もっと獲得できる、はずの潮域が狭まってしまうという思惑があったためで、ある。結局、県座会問題はこのまま棚ざらしにされ、ようやく県座会が確定したのは1984年のことであった。実に20年も県座会問題が放置されたことになる。結局、県座会は、登山道とパン会の中間に引くという玉虫色の決着となった。 その間、上山市と市中宿町の両住民は、反省時代からの因縁まで持ち出し、一時は、険悪な雰囲気になったと言われている。英林署に対する損害賠償請求裁判は、その後も続き、794万円の支払いで、結審し、裁判が終わったのは1995年のことである。足掛け30年にも及ぶ裁判であった。北斗観光は、 営業を軌道に乗せることができず、裁判の決心を迎える前に、リフト事業からの撤退に追い込まれる。しかしリフト跡は2012年5月現在も残っており、その壁には、本件のことと思われる、県境裁判を忘れるな、との落書きが残されていた。2015年1月、国はリフト跡の設備の撤去と、現状回復を求め、山形地裁に提訴を行った。 これに伴い、山形県は、ボランティア団体に撤去を依頼していたが、なかなか実行に移せず、結局は、山形地裁の強制執行によって撤去されている。ABCD 国、ザオウ、配線リフトの撤去を求める、山形の会社を提訴、ウェイバックマシン。仙台高等裁判所、判決1995年1月23日、交際判例集。 第48巻1号1ページ、昭和62268、損害賠償請求事件、ザオの山懐からザオウオカマリフトの解体撤去について、ありがとうございます。